こちらね、チキン南蛮、こちらのお店のね、名物ですよ。このね、あのかかってるこのなんていうのタレ、すごくいい香りがしてね、美味しそうですよ、皆さん。チキン南蛮、このね、タルタルソースがね、すごく美味しそうなんですよ。ちょっと食べてみます。山寺です。今日は西成に来ております。これからですね、霧島の豚長さん、久しぶりに、こちらの方で旅飲みしたいと思います。今から行きます。はい、今日はですね、久しぶりに霧島の豚長さんに来ましたよ。うん、ここはね、宮崎の料理が美味しくって、宮崎名物のチキン南蛮注文しました。以前ね、食べた時にすごく美味しかったんですよ。本当にね、本格的なチキン南蛮ですわ。うん、ということで、もちろん宮崎ということでね、小引きブルーですね。こちらで皆さん乾杯したいと思います。お疲れ様です。いらっしゃいませ。うまい。こちらですね、マグロの漬けを注文しました。これがね、なんと250円ですよ。漬けマグロが250円楽しめるという、すごいリーズナブルですよね。いただきます。これいただきます。マグロの漬けめっちゃ美味しい。これ、鶏肝うまそうやん。いただきます。鶏肝いただきますよ。うまっ。これ山寺あんまり肝を食べへんけど、ここの肝美味しい。うん、うまいわこれ。塩加減も良くてね、うまっ。さすがにお店の名前に霧島の豚長、豚鳥ね、間違いない。うん、はい。こちらね、チキン南蛮、こちらのお店のね、名物ですよ。これもほら、めっちゃ美味しそうでしょね。うわー、ちょっとこれ、このね、かかってるこのなんていうのタレ、すごくいい香りがしてね、美味しそうですよ、皆さん。チキン南蛮、このね、タルタルソースがね、すごく美味しそうなんですよ。ちょっと食べてみます。これよ、なんかさっぱりしたチキン南蛮で、もうほんまに美味しいから、もうこのタルタルソースの加減がめちゃくちゃいいね。うん、うまいわ。カレーライスです。はい、ほんまにね、この絶妙よ、このチキン南蛮、うまさが。
めちゃくちゃ美味しい、うん、僕あの前にね宮崎行ったことがあって宮崎でチキン南蛮食べたんですけど、もうそれとほんまに同じ、その辺の普通のところで食べるチキン南蛮とまだ一味も二味も違います。うん、これはね皆さんぜひ一度食べていただきたいと思います。うん、で小引きブルーがっつり食える満足するわ。今日なんか幸せなほのぼのした気分でね、最高です。これうん、あの久しぶりにここで食べてますけど、チキン南蛮ねほんまにおすすめしますわ。うん、レタス、うん、焼き椎茸ですね。こちら380円ということで焼き椎茸食べるんですけども、このほら焼き椎茸のこれなんていうの、これこの部分ね、こういうのも嬉しい。でまずはちょっと焼き椎茸の本体のとこからねいただきますわ。うん、みずみずしい焼き椎茸、噛めば噛むほどねなんか椎茸のエキスがにじみ出てめっちゃ美味しい。これうん、たまらん。もう椎茸のね軸のとこいただきます。軸、うん、なんかエリンギみたいな感じでクリックリックリってして、つなぎもと卵焼きとたまらんな。これうまいね。あの小引きブルーです。うまいなこれ。またこのみずみずしい椎茸よこれ。うん、うまっ。あの霧島の豚長さんねすごく美味しいんで皆さん絶対来てほしいわ。うん、今度はねこの椎茸とこの茎の部分ね、これ一緒にちょっといただきましょうか。最高やね。この大葉にこれ椎茸とこの茎を全部ねこうやって巻いて、無駄なくね無駄なく食べたいじゃないですか。これでいただきます。うん、うまい。もうすごいね、満足感が半端ないですわ。こちらカレーね、カレーのルーだけですが400円ですけど、あのカレーライスだったら650円で、ね、カレーライスも選べるんですけども、やっぱお酒飲んどったらちょっとねカレーのルーだけっていうのもね食べてみたいんですよね。こちら、カレーのルー、すごいね野菜がたっぷり入ってるんですよ。見てんこれ、すごいうまそうでしょ。香りもいいの。ちょっとカレールーいただきます。うまさ、うまさ、あ、おいしい。あの辛すぎず、なんていうかな、あのちょっとどういった、ちょっと甘口やわ。めっちゃおいしい。あ、これはおいしいわ。これ絶対ご飯と食べるべきや、こんなん。うん、
カレーは飲み物ってよう言いますけどね、ほんまに飲み物ですよ、うまい。これは美味しいわ。はい、今ですね、霧島の豚長さんで食べてきましたけど、ここはめちゃくちゃ美味しい。やっぱりね、宮崎出身のご主人が作る鶏の南蛮、鶏南蛮は最高ですわ。ほんまに美味しいから皆さん食べてみてください。他の料理も全て美味しかったです。ということで、いつも山寺の YouTube を見ていただいているリスナーの方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録のお願いいたします。お疲れ様でした。